皆さん、こんにちは。メディカル技術合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日はですね、看護師による休んだ方がいいサイン50選ということでですね、皆さん、夏、ものすごく今暑くてですね、夏の暑さで体がだるくなったり、疲れたりしてですね、まあ、看護師さん、まあ、人手不足の中でですね、一生懸命働いてると思うんですけど、あまりですね、基本的に無理して働いてほしくないっていうのが私の本音ですので、で、じゃあ、看護師さんによってですが、じゃあ、休んだ方がいい時っていうのは、どういうサインかっていうことで、一応本日50選ですね、読んでいくので、今通勤中であればですね、聞きながら自分何個当てはまるか、手でちょっと数えながらですね、行っていただけてもいいと思います。で、このようにですね、やはりですね、疲れてるけど行かなきゃって言って、まあ、無理してですね、行かなきゃいけないっていう気持ち、まあ自分がいなきゃ、この仕事が回らないとか、やって皆さん責任力があってですね、一生懸命やってですね、結局こうやって自分がもう疲れてしまった、疲れ切ってしまったっていうことになってしまっては、全く意味ありませんので、あまりですね、本当無理しないで働いてほしくないという意味で、本日ですね、一応50選読んでいきますので、何個自分が当てはまったか参加してみてください。で、私の方でですね、無料プレゼントをゲットといたしまして、看護師さん向けですが、電子書籍に出す無料レポート1冊プレゼントの方を行っております。こちらメルマガになるのですが、もし欲しい方はですね、ご登録の方よろしくお願いいたします。また、LINE アットの方ではですね、どちらかというと看護師さんの研修向けの LINE アットとなっており、こちらもですね、電子書籍1冊の無料レポート1冊プレゼントの方を行っております。転職ガイドとですね、面接対策の質問集もらえますので、もしよければこちらの方もご登録の方よろしくお願いいたします。で、まず初めにですね、休んだ方がいいサイン、仕事の変化10選ということで、まあ、10個の項目なのですが、まず初めにですね、仕事のことが頭から離れない。2番目、仕事に達成感が感じられない。3番目、仕事が楽しくない。4番目、上司が怖い。5番目、上司や同僚と会うのが苦痛。6番目、集中力が落ちた。7番目、作業効率が落ちた。8番目、失敗が増えてきた。9番目、遅刻や欠席が増えた。最後ですね、寝ていても仕事の夢を見る。じゃあ何個皆さん当てはまったでしょうか。で、次にですね、休んだ方がいいサイン。気分の変化っていうことで、こちらも10選ですね。で、まず初めにですね、些細なことでイライラする。常に落ち着かない。憂鬱な気分で一日中続く。わけもなく涙が出る。何もする気が起きない。何に対しても興味がない。何をしても楽しくない。自分は尊敬されていない。自分は価値がない。最後ですね、死にたいと感じる。まあ、一番最後はものすごく重いんですけど、じゃあ皆さんちょっと何個当てはまったでしょうか。で、次にですね、休んだ方がいいサイン。身体の変化っていうことで、まあ体のことですね。一応15選となります。で、まず初めにですね、体がだるい。2番目ですね、すぐに疲れる。
で、3番目、体の疲れが取れない。4番目、常に体が重い。5番目、動悸や息苦しさがある。6番目、血圧が上がった。8番目、頭痛やめまいがする。で、9番目ですね、胃が痛い。次はですね、吐き気がする。で、次にですね、下痢や便秘になった。で、次にですね、腰痛や肩こりがひどい。次ですね、眠れなくなった。次ですね、寝ても疲れが取れない。で、次、原因不明の痛みを感じる。で、ラスト最後15は、立っているだけで辛い。さあ、皆さん、何個当てはまったでしょうか。大抵眠れないっていう不安が皆さん結構あると思いますが、何個当てはまったでしょうか。で、最後ですね、休んだ方がいいサイン。生活習慣の変化ですね。こちらも15選となります。で、まずはじめにですね、体重が極端に増えた。またですね、体重が極端に減った。で、次にですね、強食、間食をする。次にですね、お酒の量が増えた、飲酒の量が増えたっていうことですね。で、5番目ですね、人付き合いを避ける。次にですね、社交的になった。で、次にですね、早く目が覚める。で、次はですね、反応が遅い。睡眠の質が下がった。寝る時間が遅い。疲れても眠れない。体温調整がうまくいかない。表情が暗い。笑顔が作れない。で、ラスト最後ですね、性欲がない。さあ、皆さん何個当てはまったでしょうか。全部で今50個お伝えしました。何個当てはまったでしょうか。さあ、次は結果をちょっと見ていきましょう。で、あなたは何個今当てはまりましたかっていうことでですね、まあ0から3個の方はですね、まあ危険度はほぼほぼゼロで、限界っていうのはまだまだ先ですね。で、じゃあ4から10個、まあこれは危険度1となります。これはですね、油断してると危険となります。ですのでですね、なるべく直せるところはですね、自分で直していただければいいと思います。で、2番目ですね、11個から24個、まあ結構多いですけど、もう仕事の限界の予備軍ですね。もうものすごくもう疲れてどうしようもない。はっきり言ってですね、もう休んでいただければいいと思います。自分で直せるところは直していただければいいのですが、あまり無理をしないようにしてください。で、次にですね、25から34が、まあ、危険度3。まあ、これ2つ同時なんですが、35以上も危険度4になりますが、この場合はですね、もうすでに限界っていうことになってます。もう体の中、心の中でも叫んでですね、もう自分でどうすることもできない。まあ、一歩間違えればうつ病になってしまう場合になりますので、もうすでにですね、もう限界だって思っていただけるんであればですね、すぐ休んでもらえればいいですし、一人で抱え込まずにですね、誰かに必ず相談してですね、休みを取るようにしてください。そうでもしないとですね、仕事はものすごく大切ですが、自分の体を壊してまでですね、仕事をする必要性は全くありません。
そこまでですね、看護師さん責任感ものすごく強い部分もあるのですが、できないものはできない、できるものはできるとはっきりした方がいいですし、そうしないとですね、自分も体力的にきつい部分もあります。ですのでですね、皆さん無理をせずにですね、休むときは必ず休むようにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今ですね、暑くて体がだるい日々が続いているかもしれませんが、あまり無理せずですね、休むときは休むようにしてください。で、私の YouTube チャンネルではですね、看護師さんの悩み、また転職の情報発信もしておりますので、もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また Twitter の方ではですね、基本的な看護技術のポイントや看護師さんあるあるなど配信しておりますので、もしよければフォローの方もよろしくお願いいたします。本日は以上です。